奥越と峰の成績開始でございます。2024年東大志望の私の共通テストです。サクセスクリニックあるから、来た出たよこのサクセスクリニックのやつ。世界史と国語と英語です、はい、ぶっちゃけ言っていいですか、うん、自己採点あまりに離れてるんで。え嘘。まだ始まりましたもちチャンネル。さあこれですね、はい、ミネです。大久保です。来ました、大久保とミネの成績開示でございます。2024年共通テスト、はい、東大志望の私の共通テストです。もう自分中心になっちゃったけど、あ、いや、でもね、言って私立だから、あれ共通テストやってね、来ました。他だと成績開示やってない人とか関西にいたりするので、だからまだ届いてないとかっていう感じで、あさって家族とか横山の開示ですけど、ユーロがね返事がないです開示する気ないのかもしれないですけど、開示してやりますよって言ってたけど何の返事もないです。辛いっすよね、さすがに。入学金持って持ち逃げですそれちょっとひどいかもしれないあとあれだよね、サクセスクリニックあるから、これはね、開塾生はめちゃめちゃ知りたがる。クラス分けテストみたいなやつですね。初めて聞きました。開塾のそちらも見ていきたいと思いますんで、ではじゃあ言いましょう。ミネの共通テスト受けたのは何ですか？世界史と国語と英語です。3教科で、英語は両方ですか？リーディングとリスニング、どっちも受けました、はい、じゃあ見ていきましょう。英語リーディング、37点マジ早稲田国際教養目指して、え、早稲田国際教養受けたの？今年は受けてないです。あの世界史がもうダメで、協定前からずっと世界史やってて、英検が順位決まってたので、まあ、立教受けたんですけど。ああ、立教だったんだね。90点くらい取らないと協定利用で使えないので、ちょっと焦ってたら、なんかわけわかんなくなっちゃう。なるほどね、相当焦ってたってことですね、はい、で、英語リスニングが71点、だいぶ差があるね。模試ではどっちもずっと7割出てたんですけど、ね、それじゃ足りないなってことで、焦ってしまったと。はい、では、国語言います。国語が112点、評論が100点中69、古文が31。あ、古文今年優しかったもんね。半分が12、これはまずくないですか？間に合わないって思ったんで、国際教養受けてないんですけど、もう漢文と世界史がダメだったんで、もう諦めて、評論と小説じゃないですか、で評論で、満点取れたので私立には大丈夫かなみたいな。評論満点だったのと漢字3つ間違えたんですけど。なんだそれ、ダメじゃんそれ、はい、小説は大したことなかったってことね、はい、なるほどね。だって69だから結局2つ合わせたら、はい、そうですね。順番として漢文後に回してどう言ってた？漢文は全部丸つけただけです。なるほどね、はい。世界史が54点、ずっとやってたって言ってたのに、これではきついと思って、はい、結局どこ他受けて？明治学院と中央を英検利用で一教科で受けました、あとは一教を受けました、結果としては。結果としては協定利用東洋の社会学部から補欠もらったんですけど、電話は来ませんでした。なるほど、補欠だった。あとは全部落ちました、はい、という形だったわけですね。続いていきましょう。はい、大久保の共通テスト開始、行ってみたいと思います。もうさすがやっぱり東大志望なんで数が多いけど点数は。なるほど、これ懐かしい iPod タッチみたいな。それは iPhone の SE の初代ですね。すげえ懐かしい。英語リーディング82点ですね。おお、ここは結構取れてるじゃん。秋津キッチンと長文は全部できたんですけど、前半のトイック系の情報処理系、はいはい、次第の長文読むような感じでやっちゃってだいぶ落としましたね。トーイックだからね、トーイックじゃないからね。ああ、トーイック。これもお決まりのくだりですから。トーイック。はい。で、リスニングが。リスニングゴミでしたね。60点。いや、今年、いや、そうなんだ。ぶっちゃけ言っていいですか、自己採とあまりに離れてるんで、多分マークミスして。ああ、そういうことね。自己採はどれぐらい？自己採80です。全然違うやん。ひどすぎる。だいぶマークミスして。離れすぎでしょ、それ。分散ですからね。あ、分散です。はい、国語。146点。なるほど。7割ですね。現代文が73か。弱いっすね。古文36、漢文37。うわぁ、強いとこがないね。国語は早稲田の浪人生だった時からずっと苦手ですね。守りって感じですね。整形受かってますからね、早稲田の。ああ、はい、一応、はい。昔の整形でしょ？昔の整形です。3科目やれば受かっちゃった。はい、そうそうそう、3科目。今、総合問題って、はい。看板だったけど、英語は整形優しかったですからね、実は。続いて、数学でございます。数一 A。うわ、これもう見たくない。やめよう、現社、ちょっとびっくりしたわ、今。社会から行きましょう。社会、はい、世界史 B。91点。まあ、おー、9割。さすがに。
で日本史 B 84点。おお、いやこれはちょっと素晴らしいじゃないですか。これでもこけた感じなの？結構取れたけど。社会系は本当に武器だったんで、ちょっと終わった瞬間マジで慣れましたね。だって社会だってこれ取れてれば今後だって有名になったらね、テレビ番組で一番大事なのここだから、世界史日本史ですか、ね、ああ確かにここは受けいいですよね。はい、はい、確かに。でじゃあ生物基礎、はい、15点。え嘘、15点ですよ生物基礎。あ本当だ。え何があった？何があったって。なんでこんな低いんだろう。で地学基礎21点。まあ、何の勉強もできなかったんだ。ゴリゴリ生物と地学で受けてるからこれきっつ。生物基礎が15点、地学基礎が21点か。ああ、まあ、あの、典型的な文系タイプの解き方だよね、これね。はい。で、数一へ、26点。で、数二 B が33点。ということで、これで、東大出したの？出したんですけど、はい、今バイトしながらやってるんですけど、うん、生活費とか全然足りなくて、うん、で、家賃とかちょっと滞納しちゃってたんですよ。うん、ここからバイト付けになって、うん、東大に、一応足切りはもうなんとかかけて行ってみようってやったら1万7000円払うじゃないですか、うんうん、出せなくて青渡ってたわしさん2秒、はい、たわしと戦わせないとな。これはたわしさん今ね YouTube で稼げるようになったんで戦いやってもいいかなと思いますけど。じゃあここからも開熟生しか見ないですけど、はい、サクセスクリニックどうだったのかクラス分けです。開熟生以外はもう何のことやらさっぱりです。もう何も分かんないし、うん、後から受験する人とかね結構いるよね。後受験して点数いいの取ろうとする人とか出るやつね。何の意味もないけどね、そんなね。はい、あれ今年じゃあ河合塾でやらないんですか？今年河合塾でやります。現役の時はどこも通ってなかったんですよ。ああそうなんだ。起きた、出たよこのサクセスクリニックのやつ。はい、英語200点中150点、はい、お現代文100点中53、古文が50の20で漢文50の10、低いな。世界史が120の60、半分ですね、はい、なるほどね。えこれで T 取れんの？ T 認定まだ知らないか、そういうの、まだは、はい、上が T、 テキストが違うんですよ、上と下で。一応総計のあれ取ってるんですけど、うん、そうそう総計のアドとかさあるわけ。そうアドバンスなのか、はい、かとか分かりません。サクセスクリニックって何点からなの？俺知らないそれ。そう、そう言われれば。ということでございます。はい。こんなメンバーでやってますんで、他はまだまだわかりません。まあ、ルナに関しては、まずは受験できるかもわからないので、高卒認定取らなきゃいけないので、そっちをやっていきますんで。そんなにバイトしてて大丈夫なんかっていうね。週3なんで。さあ、どうなるのか。英語力チェックとかも今後出てくと思いますけど、ということでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、上がります。